松井裕樹27、2年連続3度目のセーブ王確定。ようやっとる。迷宮会入り当確やな。阿部巨人の補強の目玉やな。楽天を優勝させる以外はやることやった。陥落点で優勝は無理です。優勝経験ない抑えって悲しいよな。メジャー池田も合わんとか知らん。ソフトバンクホークスでも頑張ってほしい。そこまで球が速いわけでもコントロールがいいわけでもないから、いまいち凄さが伝わらないのもみたいな感じ。なんか地味だよな、パリーグって。楽天さんで超一流になったの田中マート松井くらいだな。松井を抑え転向させたデーブとかゆいるのを監督、そんなに若かったっけ。2年連続のセーブをおめでとうございます。打たれず三振が取れ、地球も出さず点も取られない完璧なクローザー。お願いだからずっと楽天イーグルスでプレーしてください。松井投手、松井裕樹セーブ王確定おめでとう。まだ CS の望みあり。セーブ王が在籍しているのに4位なのか。上を目指して頑張れ。ご視聴ありがとうございました。